Welcome to Kyoto. Welcome to 夢八幡 TV. 本日は平家ゆかりの六原ら三井に来ております。ちょっと中を撮れるところだけ撮りたくなっております。有名な空也上人像です。弁財天は平家ゆかりのようですね。されるのですが、今年はどうなんでしょうか。この辺が平家ゆかりということですが、清盛邸はこの辺にあったのではないようです。この辺は曹操の地でありまして、お盆にはご先祖を祀る国。ところでありまして、あまり住むようなところではありません。次の辻が六道の辻でして、まあ黄泉へ行く道ということですね。それでは実際清盛はどこに住んでいたのかということを考えながら、いつもの自転車で参りたく思っています。室町時代に平家監視のために六原探偵が置かれておりましたので、六原という場所が有名ですが、平家のことを感じませんね。ここは本日は平家ですね。を考えたいと思います。平家と言いましたら清盛の流れを言うそうで、
兵士とはまた別のようです。六道の辻、空海ゆかりですね。兵器が出るよりも前です。六原は五条坂からちょっと入ったところでして、花町の宮川町となります。それでは実際清盛が乗って後に参りたく思います。ここも一応花町ですね。いくらお金を持っていても一元さんお断りと思いますので、参られたい方はお知り合いを募ってください。こちらは五条ですので、歩くと大変ですから、やはり自転車ツアーがおすすめですね。これが五条通りです。
大和大工事を進みます。こちらが正面通りと申しまして、秀吉が作った方向寺の大仏尊欄が山があったとされる方向寺から正面ということです。本願寺に向かって正面です。解説しようと思っておりますが、桓武天皇から派生した士族ですけれども、一世兵士であり清盛別格で平家というふうに使い分けをされているようですね。北条氏は坂東兵士でして、また別の意識があったんでしょうね。
So that's why.稲荷さんは伏見稲荷のおみこしが来るときに通る場所です。瀬川に6畳から8畳の河原町と申しましてアンタッチャブルな場所になっております。まあ、俗に言う差別部落ですね。京都には非常に多いです。が意味がありまして、これを理解しないと歴史はわからない、日本の歴史はわからないかもしれません。最大の被差別部落だそうです。ここに何で清盛邸があったのかということです。終焉日とされております。もちろん平安の頃はこういう形ではなかったと思います。後ほど作られた区画です。Mm-hmm.
家の屋敷があったということです。それでは散策はこれにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。